実はですね、私たち先ほどもラーメンを食べてきました。泣く子も黙るラーメンオタクバンドなんです。私たちラーメンオタクって分かんない人いるかな。ラーメンが好きすぎてオタクキスになるということです。そんなバンドですが、ザ・ブートレッグ。そんなわけで、ラーメンを完結するね、ショーとかにもイベントとかにも出させてもらってて、ラーメンの曲を作るよういろんな人に言われてきました。でもね、好きすぎるとなかなか簡単にはできないと思うんです。これこそって思いを詰めないとラーメンに申し訳ないんですよ。そういうことができまして、今のメンバーで、最高の音でみんなと一緒にこの言葉を叫びたいと思います。知ってる人は言えばいいですか。そして初めての人は高らかに。そのお話、あとちなみに裏に次クライアントになってるから、日程書いてあるんでね、折り込みないけど割り箸あるみたいな感じだからね。そして帰りにラーメンを買って、あの日から食べて帰ってください。いくで、朝の